の皆さんです。津市川毛町で活動している月に影と書いて玄花と申します。地域独特の小道具で竹猿を使用しています。現在メンバー大募集中です。それでは歌踊っていただきます。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。津市川毛町で活動します。月に影と書いて玄花と申します。今回、今年が、鈴鹿フェスティバル初参加ということで、皆さん緊張もしながらテープを踊らさせていただきます。手拍子、応援のほどよろしくお願いします。ゆうかの皆さん、ありがとうございました。続いて踊っていただき